どうもこんにちは。Facebook の方はね、もう引退しようかなと思っております。なぜかっていうとね、これまあ個人的な問題なんですけどね、まあ明ちゃんとちょっと、まあ僕が元はといえば僕が悪いんですけどね、僕が悪いんですけど、あきちゃんの嫌がることをしてしまって、であきちゃんを怒らして、でまあそこにね、いろんな人間が絡んでくるんですよ。全く関係のない人間がね、まあそれはまあ、スパイというか、まあ僕ともつながっててね、片方では、俺の悪口を言って、片方ではアキちゃんの悪口を言って、そんな感じでね、まあ日本人に限、僕日本人なんですけど、日本人の方が信用できないなぁと。 Facebook するならもう海外の海外の人中心にやる方が、ためになるな、自分のっていうかね、日本人の相手ではちょっと、なんかね、面白半分でね、まあこうみんなね、たきつきおるからね、人のトラブルというか、人の喧嘩っていうかね、そういうのを。だから、Facebook はね、もう基本外人相手にやっていこうかなと。日本人に対してはもうほんまリアルで知ってる人間だけというか、まあ長い付き合いをしている人たちだけ、残していこうかなと、友達整理していこうかなと思っております。もうしんどい、疲れた。まあある人を仲介して、その僕とね揉めちゃったあきちゃんのフェイスブックの中を見たんですよ。でまああきちゃん当然僕の悪口を書き込んでるんですけどね、まあでそれに群がるやつら、僕の方にも群がってきてるんですよどっちにもつかず、ただもう喧嘩を面白おかしく茶化してるだけでね。だからもうFacebook は日本人はもういいかなっていう感じ。そんな感じやね。もう面白くもなんともないしね、記事見ててもなんか、面白さ全然ないし、まあこれを機会にね、ちょっと心機一転、ちょっと Facebook を改めようかなと。
やり方を変えていこうかな、使い方を変えていこうかなと思っております。まあそんな感じで、まあ、あきちゃんもこの僕の YouTube 見てないと思うんですけど、もし見とったらね、あきちゃんも気ぃつけや、正崎達也ってどんな人ですかとかね、聞かれてホイホイと悪口書いてたら足かけられるよと。みな、まあある人物 N 氏を通した架空の人物であったりスパイであったりいろいろするんでね、まあ今後僕はもう N 氏ともね、今回限りだったんで、これからは真面目に、まあ YouTube とブログ中心にやっていこうかなと。Facebook はあくまでもまあおまけというか番宣的な感じでやっていこうと思っておりますんで、まあ YouTube もね、改めてこう名前を変えてねやっていくあれもあるしね、そういうのをまあ Facebook で紹介、新しい URL を貼り付けて Facebook で紹介していくとかいう使い方なんですけど、まあでもまあ外国人の方も、まあ、詐欺まがいのようななんか時計とかなんかね、あんなやってるから外国人の方もまるまる信用できないけど、まあとりあえず日本人のあれよりかマシかなっていう感じで、だからまあそんな感じで皆さん Facebook 気をつけましょう。じゃあね。